はい、こんにちは、ビッグボーイです。それではファイナルファンタジー15正真正銘最後の追加エピソードエピソードアーデンやっていきます。まずこのエピソードアーデン、配信される前に、公式の方から、エピソードアーデンプロローグという名のアニメが公開されてるので、そっちを先に見るのがいいと思います。まずちょっと軽く設定を済ませちゃおう。はい、設定は大丈夫。プロローグのね、説明は特にしないので。それじゃあ早速やっていこう。あ、なんか、笑ってるな、アーデン。ノーマルで、プロローグをね、見ればわかるんだけどね。アーデン、ある意味悲劇の男だったっていうことがわかったんで。帝国を思うままに操り世界に闇をもたらしたアーデン、遥か昔人々を病から救う救世主であった彼は自身も病に侵されていたこと、まあ侵されたことでクリスタルに、拒まれルシス王国の、玉座に着くことは叶わず処刑されてしまう、しかし不死の体となった彼は約2000年もの間生き続けていた。そう、そんなアーデンはね、約2000年間三影島に幽閉されていたと。それをね、バーサタイル、帝国のバーサタイルが解放しに来たと言うべきか、なんというか。そしてアーデンにはね、弟がいたんだけどね、ソムヌス・ルシス・チェラムっていう、ちょっと言いにくい名前なんだけど、弟がね、割とプロローグ見た時点ではクズいやつで、だけどね、本編に一応登場してるんだよね、ソムヌス。兄よ、アーデンを解放してやってくれ。ヤシャ王、つまりソムヌスは初代王なんで、ヤシャ王として登場してて、でアーデンの弟であると名乗ってるんだよね。で救ってほしいともね言ってるんだけどね、改心したのかっていう。かつて神から特別な力を授かり救世主と呼ばれた男がいました。彼の名はアーデン・ルシス・チェラム。ルシス王国初代の王になるはずでした。依然として警戒態勢のまま両国の緊張状態が続いています。次のニュースです。本日未明より国境警備隊の隊員が行方不明となっていることが分かりました。行方不明となっているのはマルス・サピエンティアさん、28歳男性。同僚と所定の時刻に配置に着いたとのことですが、その後姿が見えず現在も捜索が続いています。マルス・サピエンティアさんは大柄な男性で、外見上目立った特徴はないとのことですが、制服のまま行方が分からなくなっており、オート警察では広く情報を求めています。王国広報局よりお知らせです。本日はルシス王国の建国記念日です。初代王ソムヌス像の展示や記念パレードなどの催し物が中央通りを中心としたオート城周辺エリアで開催されます。皆様、お誘い合わせの上、どうぞお越しください。以上、王国広報局よりお知らせでした。行かなくていいのかい？ここでお天気です。あんた、警備隊員だろ？本日の王都は、晴れて青空が広がり、穏やかな一日となる。これから別の仕事でね。の一部では夕方から夜にかけて、あ、化けてるのか。やや荒れ模様となる見込みです。以上、ニュースと天気を。
やっと戻ってきた。建国記念祭へようこそ。中央通りではまもなくパレードが開催されます。パレードでは初代王ソムヌス・ルシス・チェラム像とともにレイス国王陛下も王都城周辺を巡行いたします。おお、32年前、まあ、ノクトも、ホロカ、イグニスとかもまだいない。ね、これだと。で、アーデンはというと、不死だからね。見た目も何も変わっていない。特にマップとか開けるわけでもない。明るいオート探検って初めてじゃないか。これが。ソムヌスが作った町、俺を殺してまで作りたかった国がこれか。塀の外では戦争をしてるってのにのんきなもんだな。にぎわってるね。そう、とにかくアーデンとその弟ソムヌスはとことん仲が悪かったみたいで、平気でソムヌスは兄を殺そうとしてたわけだし。自分が安全なら他はどうでもいいか。塀に囲まれて世界の広さにも気づかず、これが人の生活と言えるのかね。まあ障壁も張ってるわけだしね、インソムニアは。で、これがソムヌス、初代の王様、ヤシャオね。ヤシャオの銅像だ。初代王ソムヌスの像、これがソムヌス。バカな。あれが王の城か。東京都庁です。親衛隊だ。王様直属の部隊を見れるなんてよかったな。かっこいいな。僕も親衛隊になりたい。黒旗振ってる。始めようか。あれ。これでこれ神様ってんだ。早速イフリートの登場だ。734年建国記念日に湧く王都インソムニア、平和に暮らす市民を横目に約2000年ぶりに帰郷したアーデンの復讐が始まる。炎に逃げ惑う人々を眺めながら、アーデンは復讐の計画が始まった日のことを思い出していた。あ、回想に入る感じだね。でだ、32年前、でトレーラーでも見てしまったんだけど、アーデンと、あとアーデンとレギスが対峙するところがあるんだけど、映画でも一度レギスとアーデンは会ってるんで、つまり映画のアーデンとレギスは初対面じゃないっていうことになってしまうんだよね。それでちょっとこのエピソードアーデンとの矛盾が生じないかが心配なんだけど。アーデン、本当に
そんなことあるの？ほんとさ、誰にでも間違いはあるんだね。ねえ。疲れているようだけど、大丈夫？心配ない。俺は神から授かったこの力で、一人でも多くの人を救いたい。神のご意志に報いたいんだ。神はきっと見ていてくださる。信じて成し遂げて。大丈夫。あなたには私がついてる。とにかく今のあなたに必要なのは2つ。1つは休息。もう1つは私よ。生きている。古文書の通りだ。誰だ？運べ。視点が動く。了解。現在対象を移送中。予定通り医療班の準備を開始する。そちらの状況はどうか？問題ない。特に異常な、なんだ。おわ、手段は問わん。あれをこの島から出してはならん。攻撃がこれしかない。歯が立たない。これじゃやめろやめろ。俺に構うな。オーバーです。ほう、幽閉からの解放。親衛隊がいたんだ。おお、え、強っ。で、そしてバーサタイル、輪っか。武器召喚。オッケー。
ちょうどこれが2000年もの幽閉から放たれたっていう時なのにこんなに強いか。でこの親衛隊王の剣という名ではないのか。まだ王の剣って名が付けられたのはノクトが生まれた後だったな。まだ来るか。ボウガン、シャドウムーブ、これはノクトのシフトと同じようなものでかわしてくれなかった。邪魔だよ。すんげえ強いな。やめろ。やめろ。今度は刀、死骸化。そう、アーデンにはね、対象を死骸化させてしまう能力があって、強い。どけ。そして死骸化攻撃を成功させる。こうです。21年、魔導研究の第一人者であるバーサタイル・ベスティアは極秘裏に御影島に侵入し、ルシスの禁忌であるアダギウムなる男を解放した。その力に魅せられたバーサタイルはニフルハイム帝国領内にある魔導開発研究所へ男を誘う。つまりバーサタイルのせいだな。アーデンが再び蘇ったのはバーサタイルは、そう、血縁上ではプロンプトのね、父親に当たってるから、若い頃はやっぱりプロンプトにそっくりだったのか。エイロ、ソムヌス、許せ兄上。一つの国に王はただ一人。逃げろ。ヘイラ、ヘイラ、アーデン様、
バーサタイル閣下がお呼びです。お、覚醒、操作できる。覚醒ってのはなんかノクトとデジャブだな。三影島から目覚めたという意味での覚醒なら。お、マップ、アーデンレベル23、装備、武器召喚、武器召喚が装備、やりたい放題だ。死骸についてを読むことができる。そう、アーデンはアーデンでね、人を死骸化させるとかそういうことじゃなくて、むしろ死骸化してしまってる人を救ってる立場の人間だったと。それはプロローグを見ればわかるんだけど、死骸化した人からそのなんだ、死骸化した部分だけを吸収して人を救ってたんだけど、その代わりアーデン自身はその死骸化に蝕まれていたと。で、最後の最後でね、それを爆発させてしまったわけなんだけど、ソムヌスによって切られたっていうのがプロローグの簡単なあらすじで、じゃあチャプター2に入ったところで今回ここまでにしよう。まあそんなに長くないと思うので、多分チャプター5ぐらいかな。アーデンの前日談を次回以降も進めていきます。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。